はい、こんにちは。これは一目見てわかる通り、ただの一次方程式ですよね。単なる一次方程式なんで、ごく普通に両辺に2021、2022、2023をかけて分母を取っ払えばそれはできるんですけど、そんなことをしてほしくて出したわけじゃなく、まあ、なんかねえかなと。で、まあ、一応この9だということを強調してきましたと。まあ、9。サザンが9。9だからこそ、これ、まあ、うまく解けるようにできてるっていうだけで、まあ、この9、移行して、3つに平等に分け与えてあげると、まあ、全部マイナス3になりますね。マイナス3、マイナス3、マイナス3。で、0と。そこの2021分の x 引く3、引く3っていうのは、2021分の x 引く3、引く、これの3倍、6063ですよね。で、2022分の x マイナス6066ですよね。足す2023分の x プラス3、引く、6069。おそらく分子が全部2021分の x マイナス6066足す2022分の x マイナス6066足す2023分の x マイナス6066が0と。押すと、x マイナス6066でくくれて、2021分の1足す、2022分の1足す、2023分の1が0と。で、まあ、これはもちろん0ではないので、これが0だから、x は6066と。6ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで本第1弾、第2弾、第3弾、すべて重版、出題、ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC 三太郎さんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているんで、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。